ビルデモットはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タイタスビル出身。1990年代から2000年代にかけて大型のラフパワーファイターとして WCW や WWF で活動した。巨漢ながらムーンサルトプレスを経験とこなす身体能力を持ち、近年はトレーナーとしても活躍している。 ニューヨークのブルックリンにあるジョニー・ロッツのスクールでトレーニングを積み、1990年にデビュー。スイート・ウィリアムスの名義で東部地区のインディー団体を転戦後、1992年にプエルトリコのウーフにてロード・ウォリアー・アニマルのビジュアルイメージをコピーしたクラッシュ・ザ・ターミネーターに変身する。同年9月、ビクター・キニオニスのブッキングで、W ING プロモーションに初来日。以降も WING の主力外国人選手となって活躍し、11月6日には札幌中島スポーツセンターにて、ミスター・ポホとのコンビでザ・ヘッド・ハンターズから WING 認定世界タッグ王座をダッシュ。翌1993年7月11日の横浜文化体育館では16人参加のトーナメント決勝で、 ゴリアス、エルヒガンテを破り、WING 認定世界ヘビー級王座の初代王者となった。その後 ECW を経て、ケビン・サリバンの仲介で1995年9月から WCW に登場。いつもニタニタ笑っているザラ・フィングマンというキャラクター設定のもと、ユーモラスをもじったヒューモラスのリングネームが与えられ、サリバン率いるダンジョン・オブ・ドゥームの一員となって活動。 1996年3月にはヒューアーズの表記で新日本プロレスに初参戦した。以降も中堅ヒールのポジションで WCW に定着。1997年9月22日のマンデーナイトロではビルゴールドバーグの連勝ストーリーにおける最初の犠牲者となっている。1999年からはジミーハートのファーストファミリーに加入、ブライアンのブスや ザバーバリアンと共闘し、ハードコア戦線を中心に活動した。2000年下期にベビーフェイスに転向し、エリック・ビショフから戦力外通告を受けたという、設定のもと、ブッカー・ティーやチャボ・ゲレル・ジュニアらと共に、ミスフィッツ・イン・アクションなる、ミリタリースタイルのユニットを結成。ジェネラル・レクションを名乗って、ユニットのリーダー格となり、同年10月29日にランス・ストーム ジム・ドゥガンとのハンディキャップマッチを制して、US ヘビー級王座を獲得、初のメジャータイトル大観を果たした。また、11月16日に、ドイツにて開催された PPV ミレニアムフィナール、では、ドイツ出身のアレックス・ライトのパートナーとなり、ナチュラル・ボーン・スリラーズのショーのヘアマーク・ジンドラックから、WCW 世界トッグ王座を奪取している。2001年、 ワールドレスリングフェデレーションエンターテインメントの WCW 買収に伴い WWF に移籍し、6月4日放送のロイズ・ウォーにおけるケイン対クリスチャンのインターコンチネンタル王座戦に乱入。WCW と ECW の連合軍として結成されたアライアンスのメンバーとなり、WWF 正規軍との軍団構想アングルに参入した。 アングル集結後の2002年は、当時の WWF の株団体ファに出場し、3月12日に、レイベント組で、ランスケードスティーブ・ブラッドリーから、ファタク・オーザを奪取している。同年下記には、本名のビルデモットの名義で、新人選手発掘番組、タフ・イナフ第3シリーズのトレーナーに起用され、前任者のタズヤ、ボブ・ホーリーが担当していた鬼教官の役どころを、 受け持った。以降は、リングネームもビルデモットに変更し、スマックダウンのアンダーカードで活動。2003年10月からは、ダイジェスト番組ベロシティのカラーコメンテーターも担当した。その後は、WWE の専属トレーナーとなり、ファーム団体、DSW にて、若手選手の指導、育成に携わっていたが、2007年1月の契約満了に伴い、 WWE を解雇された。以後、ノースサウスカロライナのクアやバージニアの UWF などのインディー団体へのスポット出場を経て、2011年にタフイナフ新シリーズのトレーナーとして WWE と再契約。2012年6月からは NXT のヘッドトレーナーに就任したが、2015年3月6日、NXT 所属選手に対する体罰が、 噂されるようになり、辞任することになった。ありがとうございます。